ってない感じ。これも始まってるんですね。これは一応始まっちゃってます。始まっちゃってます。じゃあ乾杯しましょうか。乾杯しましょう。乾杯からさっきしたけど乾杯で。乾杯。乾杯。今日は無理やり名古屋来ちゃいました。いやもう最近会ってくれないから。いやいやいや、恐れ多いんですけど。連絡して何があるんだろう。そう。いやいや、何もないっす。急に呼び出された。殿が来るという。いやいや、なかなか会えないから。いや一応脱職人チャンネルで始まったんですよ。はい、毎回見てます。あ、見てます。一人でダラダラ喋ってるんですけど、なんかちょっとやっぱ人出てもらった方がいい、はい、楽しいと思ったんで、はいはい、お願いしたいと思って。いいんですか。このカズご飯っていう感じで、まあ、ご飯を食べながら雑談をね、していこうかな、はい。まあ、一応脱職人チャンネルなんで、まあ、脱職人に関するテーマで、はい、お話できればと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すみません。今日は職人してたんでしたっけ。今日は絶賛職人。今日は久々に僕は職人しました。今日職人ですか。はい、今日1週間ぶりとかって。1週間ぶりですね。ああ、でも1週間やってなかった。1週間やってます。今は日曜日ぐらいしか出てないので。日曜日だけ。日曜日だけ。週1ですか。週1ですよね。すごい。週1美容師。週1美容師です。あ、そうなんですか。はい。あ、もう結構脱してますよね。もう半脱です。半脱が。いや結構脱してます。結構脱に向けて今まっしぐら。いやいや、もう週一はすごい。で、うっかりさんも僕は今日はサロンワークして。週末は基本サロンワークしてる。週末、はい、土日とかですか。土日、はい。平日はもう夕方過ぎぐらいにチラッと行く感じなので、チラッと行く感じ。じゃあ週末だけやってるんですね。メインは僕は週末。はい。あ、なるほどなるほど。週末はもうフルで働いてました。なるほど、うん、場所を真似ように働いて朝から晩まで。いや、もう僕今日ご飯4時半です。いや、4時半すごいですね。昼ご飯4時半でした。サロマンに忙しくて、はい、あ、すごい。そもそも自己紹介しようかな、簡単に。そうか、そもそも。お願いします。うかいさん、はい、お願いします。うかいと言いまして、うかいさん名古屋で、はい、メンズサロンを3店舗やっております。3店舗。メンズサロンですね。そうっす。男性専門で一応やらせてもらってて、はいはい、で一応ヘアサロンだけじゃなくて、うん、オーダースーツと、うん、結婚相談所と、はい、パーソナルトレーニングジムを併設した、はい、ちょっと変わった、メンズサロンをやっております。いや、素晴らしいね。何屋だという。何屋か分かんない。何屋か分かんない。そうですね。はい、じゃあ僕は原和美と言いまして。原さん、ありがとうございます。まあ、うかいさんと全く同い年なんですけど、まあ、たまたま同い年なんですけど、たまたま、ね、はい、うん、名古屋何歳でしたっけ。今年で39歳。39かも。はい、あ、そうっすか。そうっす。鈴木塾で、あ、まあ、同期なんですね。もうそうっすね、はい、4期でたまたま同期 で僕はと、はい、名古屋で、1店舗と岐阜で1店舗やってます、うん。まあ、僕のお店もちょっとコールドプレスジュースカフェっていうのを併設してて、名古屋の店舗は、うんうん、で、最近漢方ハーブティーの、あ、コラボしてますね。はい、企業とコラボして、うん、お店で漢方ハーブティーっていうのを、まあ、提供したりとか、はいはいはい、そういうちょっと薬膳弁当とかですよね。え、弁当も出した。はい、弁当とかもちょっとすごいよ。なんかイベント的な感じでポップアップストアみたいにもやってます。で、岐阜の店舗はもう完全個室にして、うん、でちょっと面白いのは、その僕のスタッフのお父さんのお店をもともとやってたんですけど、それを買い取って、はいはい、お父さんもそのまま、シニアスタイリストで働いてもらってるっていう、はいはい、ちょっと、まあ、変わった形を取、はいはい、っております。いや、素晴らしいですね。はい、その2店舗を経営してて、まあ、経営してますね。で、最近は原さんのスペースがない。最近はそうですね、追い出され気味だ。追い出され脱職人をしてます。ああ、素晴らしい、ね。はい、自分で僕ちょっと労務関係とか、まあ、そういう求人系を、はい、鈴木塾の方でも講師でやらさせていただいて。あ、そうですね。で、割とおかげさまでと言いますか、はい、求人がうまくいって、はい、自分がカットするスペースがなくなったっていう。なくなった、はい、パターンも今。素晴らしいやつです。まあ、それで今週1ですね。週1、はい、素晴らしいです。え、原さんとこスタッフ今何人ですか。今何人だろう。昨年、うん、去年の初めまでは、はい、多分、うん、
去年の初め5人とか5人だったと思うんですけど、今は多分11人、ね、あ、そんな増えたんですか。はい、増えました。すごいっすね。そうなんですよ。そんな増えた。だからもうなんか全く別の会社っていうかお店っていうか、はい、なんか、だからあの僕と最初会ったのって3、4年そうそうそう、なんで独立して2年目とか3年目あの時4、5人あの時スタッフ多分2人とか3人しかいないぐらいですよね。はい、もう11人11人。すごいっすね、はい、ちょっと本当に、ま、よだれが出ちゃいましたけどすごいっすね。今話しててちょっと自分でびっくりしたんですけど、あ、それはそうですね、去年で6人ぐらい採用してるので。すごいっすね、さすがそれはすごいっすね。ちょっとだから追いついてないですね。あ、なんか僕の、はい、なんか処理がすごいな。これはちょっとびっくりした。うかいさんとこ今何人？僕は、うん、今10人。あ、10人います。すごい。で、もともとその3、4年前に、はい、まあ僕と出会ってしまったじゃないですか。はい。ありがとうございます。で、その時はサロンワークってどんぐらいでした？8割ぐらいですね。8割ぐらいです。僕はだから一番売り上げてました。あ、メインのね、はい、トッププレイヤーですね。トッププレイヤー、はい、フルで出た、ね、フルですね。あ、すごい。で、僕がだからいなくなると単純に売り上げが下がるっていう。まあそうですね、大きく下がる感じですね。すごい。だから定休日も働いてました。あ、休みもよくあるやつね、はい、よくあるやつ。予約取って定休日も、まあやっちゃいますね、はい、僕もやってました。そっから3、4年ですよね。3、4年です、ね、うん、素晴らしい。で、週末週1です。一番だから売り上げ上げてないスタイリストですね。あ、もう一番、まあ、今はね、今は最下位ダントツの最下位。最下位になっちゃった。はい、素晴らしい。最下位です。鵜飼さんも最下位です。爆発力はありますけどね。1日の売り上げは、そうそうそう、爆発力はあるけど、ていないからね。まあ、ほぼ脱職じゃないですか。そうですね、週末しか。おかげさまで頼まくけてないから。それ以外の日は何してるんですか？僕は、サロンワーク以外のね、鵜飼さんと、まあ、仲良くさせていただいてるのもあって、うん、鵜飼さんの、経営されてるジムに週2で行ってます。脱職人して筋トレを、はい、脱職人して筋トレをしてます。筋トレ週2で、はい、筋トレ週2でやってますね。一緒にやってます。ああ、なんかこうチューブで追い込んでます。追い込んでます。動画で見ます。サロンワークより疲れます。あ、サロンワークより、サロンワークよりしんどいです。本気でやってます。自分を追い込んで、はい、追い込んで成長させて、追い込んでるし、トレーナーさんにも怒られてます。まあ、筋トレもしてるんですけど、まあ、一応そうですね、まあ、僕の場合はそのスタッフが一気に倍になったので、うん、ちょっとその、うん、まあ、事務処理とかはまだ自分でやってるんですけど、うんうん、お母さんは事務員さんいるんで。あ、はいはいはい。まあ、僕は全部自分で事務処理してるんで、まあ、事務処理とか、うんうんうん、あとは事務処理って何系ですか？まあ、そうやって言うとそんなやってないんですけど給料計算とか。給料計算は税理士さんがやってます。そんなに事務処理といっても、事務処理をしないといけないなっていう考えながらついていく感じです。あ、はい。でもそんなもんですよね。まあ、そうですね。はい。ですよね。計算とかはしてない。計算実務は別にしないですね。実務は特に。まあ、基本的にその戦略とか、あ、まあ、次どういうふうにしていこうかなとかっていうのがメインですね。事務というよりはね、経営者の仕事は。はい、あとはまあ、コンサルティングのコンサルティング活動もさせていただいているので、これはもう存じ上げてます、お二人は。あとはまあ、セミナーの準備とかですかね。あ、セミナーの資料をちょっとこう作ったりとか、はいはいはい、修正したりとか。まあ、今比重としてはじゃあ結構そのセミナーっていうかコンサル的な仕事の方が大きい、はい、半々くらいですか？経営と経営者としてはまあ時間使ってますね。経営者でもまあそこまでそんなに実際にやることがあるかというとそんなないので、今現状ね、現状は。じゃあ比重としてはまあそのコンサル系の、そうですね、活動の方がまあ多いですかね、感じですか。はい、やっぱりそのメールとかが、ね、
はい、あの来るんで、それにこう、はい、考えて返したりとかはしてますけど、まあ、コンサルメインで、はい、あとまあ経営しながら筋トレして、サロマーク順番としては。そうですね、サロマークが一番最下位です。最下位ですね、はい、週1だから、はい、で、筋トレは週2だから筋トレは週2です。筋トレの方が上、筋トレの方が上です、上です。今はそう、今はあおかげさまです。うかいさんも僕もでも同じような感じですね、本当に似たような感じですね。ジム通って、自分のジム、そうだね、自分のジム行って追い込まれて、追い込んで、はい、で僕もだから同じ、ほんと同じような感じ。ジムは週2ですか？僕も週2だったり週1だったりですね。で、はい、あとはまあ、ほんとそれこそセミナーの資料を作ったりとか、あコンテンツを、2人で一緒に、あ、そうそう、コンテンツを、ここはね、もう仲良しですから。結構時間使って、常に一緒っすコンテンツを本当に一緒に、はい、それこそ動画撮ったり、はい、音声撮ったりとか、はい、っていうのをやってます、結構。なるほど。まあまあね、1週間なんか顔合わせないと、うん、ちょっと、俺、久々だねってなる。そうですね。最低週2は合ってますね、だから。ですよね。はい。合宿もするしね。合宿も、同じ部屋泊まるって、なんだろう。あ、部屋も一緒だし。東京来るときも部屋一緒でしたね。そうですね。そうですね。音声とか撮るからね。そうですね。仕事も兼なんで。はいはいはい。逆にカズさんは何してるんですか？え、カズさんは何してるんですか？いや僕も、いや最近はその YouTube とか、はい、そうですよね、いやに時間使ってますね。 YouTube の内容を考えたり、はいはい、でもあんまり考えます。まあ考えます。去年はだってめちゃくちゃ忙しかった。去年はその全国ツアーでほぼ、ま、毎週、週の前半はもうそれで潰れてたんで、で、後半は鍛冶職人をするでしょ。久々聞いたと思って。鍛冶職人、鍛冶育児で、はい、そうですね、もう潰れるんで、はい、っていう生活ですよね。まあ、今年はその全国ツアーがない分余裕ができたんで、まあでもそれをちょっと YouTube とか、まあ、発信系のことに時間使おうかなとは思ってますね。で、こうやってあと今度喋りたい人と、まあ、ご飯食べながら YouTube 上げようかなと思って、はい、3年前ですもんね、僕ら3年前ですもんね。塾3年、うん、大体3年ですよね。3年ぐらいですね。その時は知り合いじゃなかったですもんね。そうですよ、ね、全然知り合い。そこで知り合った。そこの知り合いの、これもう本当毎回話すけど、毎回話すけど、あの4期の最後の打ち上げ懇親会の二次会で隣だったんですよ。はいはい。その時が隣で、あ、そこで、あれ名古屋なんですか。本当そんな、僕だから絶賛職人中だったんで、あーさんの先塾受けてたとか、だから懇親会出てなかったんですよ、あんまり。あ、そっか、そうでした。そうそうそう、はい、だから全然懇親会出ないダメなやつだったんですよ。いやいや、まあまあまあ、懇親会出ないやつね、そのね、ダメなやつ。あれダメなやつだよ。そう、それは出な、あ、で出てちょっと早退するっていうパターンですね。早めに。ああ、そうそうそう、なるほどね。でしたね。でしたね。そう、4回講座あったけど、じゃあ最後で、最後で知り合って、最後の最後で知り合って、はい、で最後の最後で知り合っていきなり5期に入ったから、5期、あの講師でね。そう、ああ講師でね、はい、確かに。早っとあれ、向井さんは5期からじゃなかった？いや、同じタイミングでオファーもらったんですけど、高校の時に絶賛職人だったんで、もうちょっと落ち着きたいっていうところで、はい、出店がありましたもんね。そうそう、出店があったんで、うん、で、6期に。あ、そっかそっか。6期に。その後ですね。そう、そっからかなり変わりましたね。いや、めちゃ変わりました。おかげさまですよ。いや変わりましたね。いやいやいや、僕はもう何もきっかけしかないんで、まあ、もちろんそのね、途中はやっぱ売り上げはどうしても下がるんですけど、自分が抜けた分、抜けた分は、まあ、まあ、そうですね、ね、ちゃんと教えをいただいたことをあのちゃんとね、あ、そうですね、守れば、まあまあまあ、あの、そう、穴埋めは確かにできました。